私はそれが許された人間なのだから。そう、せっかく一生飼い殺してあげようと思ったのに。すぐ死ぬわけじゃないの。あらやだ、ザックがそこに座ったのね。おい、そんな、これは初。罰は一つじゃないの、罪の数だけ罰もあるのよ。それでは、ご幸運をお祈りいたしますわ。はい。ザックを殺すの。ほら。せっかくだから延命して生きがいい状態で罰してあげなきゃね。